だからってなんでこっちに来んだよ。つうか逮捕されなきゃ行くのかよ。どういう思考回路だよ。このバカ、ホントバカ。ボキャブラリー、カラスモのメガネもあんなうろたえることあんだ。望むところですよ。神山君、164.2センチ、80.0センチ、60だ。これ分かった。菅原先輩という素晴らしい先輩に学びました。集まる合宿、俺も入りたいです。ひなた君、一生懸命と戻って知りたいです。